こんにちは、佐賀新聞ニュースエースです。まずは佐賀鳥栖のコーナーです。トスのディフェンダー、チョン・スンヒョン選手が韓国代表に初めて選ばれました。韓国代表は国際親善試合でコロンビア代表、セルビア代表と対戦します。チョン・スンヒョン選手は6月にサガン鳥栖に加入、センターバックとしてリーグ戦13試合に出場しています。チョン・スンヒョン選手はクラブを通じ、初の韓国代表に選ばれてとても嬉しく思う。最善を尽くしてもっと立派な選手になれるよう努力するとコメントしました。さて、先月29日にはリーグ戦第31節が行われました。トスはアウェーでアルビレックス新潟と対戦。前半は新潟に主導権を握られましたが、守備陣が踏ん張り無失点に抑えました。しかし後半10分、コーナーキックのこぼれ球を決められ先制を許しました。その後はトスがボールを持つ時間帯が続いたものの、得点を奪えず0対1で敗れました。試合終盤、トスは怒涛の攻撃で何度も相手ゴールに迫りました。しかし勝たなければ J2 降格という新潟の必死の守りを突き破ることはできませんでした。今シーズン2度目の連勝を逃したトスは、これで通算成績12勝8分け11敗の勝ち点44で順位は9位です。次節は18日午後2時から鳥栖市のベストアミニティスタジアムで FC 東京と対戦します。ここまではサガン鳥栖のコーナーでした。日本ハンドボールリーグが行われました。神埼市に本拠地を置くトヨタ紡織球春は3日に愛知県のトヨタ車体と対戦しました。トヨタ紡織球春は前半に逆転を許し、後半に追い上げたものの、相手の屈強な守備を崩せず23対29で敗れました。続く5日には埼玉県の大崎電機と対戦。試合を通して相手の猛攻を受け29対39で敗れました。トヨタ紡織はこれで通算成績1勝1分け9敗、順位は暫定8位のままです。JA 杯佐賀新聞学童オリンピック大会軟式野球競技が行われました。それぞれの地区予選を勝ち抜いた16チームが対戦しました。雨の影響で日程がずれ込んだ決勝には、諸富南少年と牛津少年が勝ち上がりました。決勝では諸富南少年が10安打に加え機動力も絡めて得点を重ね、13対6で牛津少年を圧倒しました。諸富南少年はこれで3年ぶり3度目の優勝を飾りました。久光製薬杯佐賀県ママさんバレーボール大会が行われました。2日間にわたって開催され、18歳以上の生き生きの部、40歳以上のはつらつの部、60歳以上のときめきの部の3つの部門で優勝が争われました。このうち生き生きの部の決勝では、連覇を狙う木山ドリームを西有田がセットカウント2対0で破り、2年ぶり3度目の頂点に立ちました。はつらつの部では田代が昨年準優勝の鍋島をセットカウント2対1の接戦で下し、初優勝を飾りました。またときめきの部では三田川が佐賀市にストレートで勝利し、2年連続2度目の栄冠をつかみました。その他のスポーツの話題です。佐賀県高校駅伝競争大会が行われ、男子は鳥栖工業高校が8年連続42度目の優勝、女子は清和高校が3年連続5度目の栄冠を手にしました。プロ野球佐賀県人会ドリーム期争奪中学生軟式野球大会が行われ、白石中学校や松栄中学校などベスト8が出揃いました。全国高校サッカー選手権佐賀大会の準決勝が行われ、佐賀東高校と佐賀学園高校が決勝へ進みました。決勝戦は11日に行われます。
2012年ロンドンパラリンピックのゴールボールで金メダルを獲得した浦田理恵さんの講演会が小城市のドゥーイング三日月でありました。2012年ロンドンオリンピックの体操競技に出場した田中三兄弟の父田中庄司さんを講師に迎えた男子体操競技の強化練習会がありました。肝臓がん死亡率が18年連続でワーストとなりました。佐賀県内の2016年の肝臓がん死亡率が18年連続で都道府県別ワーストになったことが厚生労働省の調査で分かりました。人口10万人あたりの死亡率は 37.6 人となり、前の年より2ポイント上回り悪化しています。佐賀県の肝臓がん死亡率は全国平均の 22.8 人より 14.8 人多く、死者は310人で前の年から15人増えています。男女別では男性が185人、女性が125人、年齢別では65歳以上の高齢層に集中しています。佐賀県健康増進課は、肝炎はほとんど自覚症状がなく治療を先送りする傾向が多い、多くの職場が人手不足の状況で時間の確保が難しいと思うが、労働者の健康の観点から肝炎対策に目を向けてほしいと呼びかけました。購入から貸し出しへ転換する方針です。佐賀県教育委員会は7日、県立高校入学時に1人1台購入しているタブレット型学習パソコンについて、早ければ来年度から県の備品として無償で貸し出す方針を明らかにしました。これは端末価格の低下や保護者負担の軽減から佐賀県の費用で対応が可能と判断したためです。導入4年目での方針の転換に、これまでに購入してきた生徒の保護者からは不満が予想されます。備品とする学習用パソコンは1学年あたりおよそ6000台で、5年間の使用を想定しています。生徒は校内での授業や部活動に活用し、従来通り家庭でも使用できます。ここからは佐賀県内で行われたイベントなどをご覧ください。佐賀ライトファンタジーの点灯式がありました。佐賀インターナショナルバルーンフェスタが行われました。なお、佐賀市の上田聡選手が佐賀県勢では7年ぶりの優勝を果たしました。おめでとうございます。
唐津くんちの来場者数が過去最多の63万人に上りました。赤そばの花が見ごろを迎えています。ここからはお知らせです。お酒を通じて山や林業について考える林業バーが11日午後6時半から佐賀市富士町のフォレスタ富士で開店します。会費は3000円で先着30人です。有田町の趣のある裏通りを人力車で散策する催しが19日に行われます。人力車は午前11時から正午、午後1時から3時に受け付けています。料金は1人500円で着物の人は無料です。問い合わせは有田観光協会、電話0955-432121です。養殖海苔の種付けが解禁となり、赤、青、緑の網で有明海がカラフルに彩られています。最後はその空撮映像をご覧ください。それではまた来週。